皆さんこんにちは。今回は製造業の中の産業分類について簡単に紹介します。ワイル071では、この国内の主な工業地域における製造品出荷額の部門別構成割合のグラフを使って、各工業地域の特徴を概説しました。このグラフでは、製造業の部門を輸送用機械、他の機械、金属、化学、食料品、繊維、印刷関連と他の8分類としていますが、中高の地理の教科書や資料集などに掲載されたグラフでは、機械、金属、化学、食料品、繊維、他の6分類になっていることが多いようです。それらグラフを読む際に、各分類が具体的にどのような工業製品を作る部門なのか、ある程度イメージできないと理解が進みにくいと思いますので、それについて軽く触れます。このような製造業の部門の分類は、分類に関する統計基準の一つである日本標準産業分類の中の中分類の項目を再編成して設定しています。分類に関する統計基準は、統計の調査・集計のために事前に設定している分類体系で、日本標準産業分類の他にも日本標準職業分類などが設けられています。この中分類の項目をこのようにグループ化して、各分類項目の統計値を足し合わせてから構成割合を計算しています。なお、中分類の上位分類にあたる大分類では、世にあるすべての産業を分類不能の産業も含めて20種に分類しています。これらの産業分類のうち、建設業と製造業を合わせて工業とすることもありますが、この動画では製造業のみを工業として扱います。一方、中分類の下には小分類と細分類が設定されており、製造業だけを見ても小分類の項目数は177、細分類の項目数は595に及びます。なお、これらをざっくりと重化学工業と軽工業に二分して捉えることがあります。軽工業はどちらかというと相対的に古くからある産業部門で、重化学工業は新しく高い技術や資本を要する傾向にあります。それでは、各中分類項目の内容を一つずつ見てみましょう。まず、汎用機械器具製造業が扱う製品の中で分かりやすいのはエレベーターやエスカレーターでしょう。他にもボイラーやポンプ装置、冷凍装置や消火装置などがあります。生産用機械器具製造業が扱う製品には、産業用ロボットや旋盤などの工場で加工や組み立てのために使う機械や、農業用機械、建設機械などがあります。業務用機械器具製造業の項目には、自動販売機や計量測定機、分析機器、コピー機、医療用の機器、遊園地の乗り物などが含まれます。電子部品、デバイス、電子回路製造業は、半導体素子、集積回路、コンデンサ、音響部品、電子回路基板、磁気テープや DVD のような光ディスクなどを製造しています。電気機械器具製造業は、発電機や変圧器、電力開閉装置、家庭で使う洗濯機や掃除機、エアコン、電気アイロン、照明器具、電池なども製造しています。情報通信機械器具製造業は、ラジオやテレビの受信機、ビデオ機器、携帯電話、パソコン、ハードディスク、モニター、プリンター、デジカメなどを製造しています。輸送用機械器具製造業には、自動車やバイク、鉄道車両、船舶、航空機、自転車、それらの部品などの製造や船舶の修理業などが含まれます。
鉄鋼業は製鉄や製鋼など鉄から素材を製造し、非鉄金属製造業は銅やアルミニウム、亜鉛など鉄以外の金属を精錬したり、またそれらの合金から素材を製造しています。金属製品製造業は洋食器や刃物、作業工具、鉄骨、金属製のサッシやドア、釘やネジ、ボルト、ナット、金庫などの製造、またそれら金属のメッキや熱処理などを扱っています。化学工業はさまざまな薬品、化学肥料、プラスチックや合成ゴム、洗剤、塗料、化粧品、医薬品など化学的処理が製造過程の中心になるものを含みます。石油製品、石炭製品製造業は石油精製、潤滑油やグリース、コークス、アスファルトなどの製造を含みます。プラスチック製品製造業が扱うのはプラスチック製の板、棒、パイプ、フィルムなど家電品のプラスチック製部品や自動車のプラスチック製バンパー、レジ袋やプラスチック容器、合成皮革などです。ゴム製品製造業はタイヤやチューブ、ゴム製の履物、ゴムベルト、ゴムホース、ゴム手袋、ゴム引き布などの製造や鋼製タイヤの製造なども含みます。食料品製造業や飲料、タバコ、飼料製造業は精米製粉、調味料、冷凍食品や缶詰、カップ麺、菓子類、飲料、茶葉、酒類などでイメージしやすいだろうと思います。繊維工業は製紙業や紡績業、化学繊維の製造から織物業、ニット生地製造、衣服や寝具、絨毯、タオルの製造までや漁網の製造なども含みます。木材、木製品製造業は一般製材業や集成材、合板などの製造業、木製竹製の箱や籠、樽、桶などの製品の製造、また木材の薬品処理などの業務を含みます。家具、装備品製造業では木製や金属製の家具のほか、仏壇や神棚、建具、店舗やショールームの陳列台、窓や扉の日よけ、額縁、黒板などを扱っています。パルプ、紙、紙加工品製造業はパルプ製造、製紙や手すき和紙製造、段ボール箱、ノート、壁紙、紙袋、包装用紙、紙おむつなどの製造を含みます。印刷、同関連業には各種印刷物の印刷、製版、製本、構成業務、印刷物の裁断や折り加工も含みます。なお、出版業は現在は大分類の情報通信業に含まれます。なめし革、同製品、毛革製造業は牛や馬などの動物の皮をなめして皮を製造する業務、その皮からカバンや靴などを製造する業務、毛皮を製造する業務が含まれます。溶業、土石製品製造業には板ガラスの製造や加工、セメントやコンクリートの製造、粘土瓦、レンガ、陶磁器の食器や置物、砕石、墓石、石膏製品などの製造が含まれます。その他の製造業は宝石、貴金属、楽器、玩具、ボタンやホック、縫い針、運動用具、ペンや鉛筆、時計、漆器、うちわ、ほうき、畳、看板や標識、メガネなどの製造を含みます。なお、このような分類区分は社会の変化、新しい技術や製品の登場・普及、また既存の分野の縮小・消失などによって変更されます。例えば、
パーソナルコンピューター製造業の細分類項目が設けられたのは2002年の改定から、携帯電話機 PHS 電話機製造業の細分類項目は2007年の改定からです。一方、下駄などの木製履物製造業は2002年から他に分類されない木製品製造業に統合されました。このような細かな分類項目の再編成は頻繁に行われています。また、かつては日本でも繊維工業が大きなウェイトを占めており、2007年の改定までは繊維工業と衣服その他の繊維製品製造業が独立した中分類になっていました。大分類間をまたいだ再編もあります。先述の出版業や新聞業は2002年の改定で情報通信業の大分類に編入されましたが、それ以前は出版・印刷・同関連産業として製造業に位置づけられていました。今回見たように製造業には様々な部門がありますが、それらごとに他の部門や経済全体への影響度などの存在意義が異なり、またその意義は時代とともに変化もします。例えば自動車産業は現在の日本の基幹産業で、輸出により大きな収入をもたらし雇用を生み出します。経済への影響度が大きいため政府は貿易交渉に力を入れます。かつては製紙業が外貨獲得の重要な手立てだった時期もありました。品質の良い生糸を量産するため、明治政府は富岡製紙場を官営模範工場として設置しました。また、鉄鋼や半導体は産業の米と呼ばれ、広い分野の製品製造に欠かせないものです。そのようなことから、製造品出荷額の部門別構成の推移を見ることで、これまでに工業がどのように発展してきたのか、国の産業構造がどのように変わったのかが分かりますし、工業地域それぞれについては、その地域が国の産業全体の中でどのような役割を担ってきたのか、またどのように工業地域が形成されたのかを知ることにつながるわけです。この動画はこれにて終了します。それでは。